皆さんこんばんは、西松ゆきほです。今日はなんかライブ配信ではなく録画した動画をお届けしていますが、今日は多分忘れられない一日になったなというか、数時間前に衝撃的なニュース、安倍元首相が撃たれてっていうニュースを見たんですけど、それも私の地元の近くで起こってしまったっていうことで、なんかまさかそんなことが起こるなんてっていうことが起こってしまって、なんか無事にね、なんか安らかに眠ってほしいなっていう気持ちもありますし、なんか許せない行為やなってめっちゃ思います。はい、いや本当に何が起こるかわからないから、一日一日大切に、しやなあかんし、もし皆さんに大切な人がいらっしゃるんやったら、なんか思いはちゃんと伝えていかないといけないなって改めて感じた出来事やなって思います。はい、それでは1曲目オリジナル曲「花」聴いてください。いつか生きることさえ辛くなっても、本当に大切なものだけ見つめて心に花咲かせようよ。電車に乗って揺られて帰る毎日に、朝から晩まで働いて、くたびれた体を温かいお風呂が包んでくれるの。ああ、窓から見えた夜空には冬の星座が広がる。私の影は足取り重く、いつもと変わらない、帰り道が長く感じてしまう。いつか生きることさえ辛くなっても、本当に大切なものだけ見つめて心に花咲かせようよ。目まぐるしい見落としてしまうつぼみもある。寒い冬を乗り越えたつぼみの花はとても強くて、何か新しいこと
か。生きることさえ辛くなってもそばにいる大切な人思い出し花でした。いや今日ですねこのビデオを撮るにあたっていつもあの自分の、 あの携帯使って撮ってるんですけどあの容量がもういっぱいいっぱいっていうことでさっき途中まで撮ってたんですけどあのそうもう容量いっぱいで撮れませんっていう表示が出ちゃったのであの改めてあの新しく買ったタブレットを使って録画してるんですけどなんかね目線がねこっち見たらいいんかこっち見たらいいんか多分自分の顔見てたらこっちの方向いちゃうんですよでもカメラ目線は多分こっちなんですよおそらく合ってると思うんですけどだからちょっとなんか目線どっちに向けようかなっていうなんかどっちに合わせたらいいんかなっていうこっち見てたらなんかすごいね自分がどう映ってるんかわからんくなるしっていうので気になって自分の顔の方を見てるんですけどはい全然目線合ってへんやんこの人ってなってそうはい花でした。いや本当にちょっとびっくりするニュースすぎてなんかさっきも仕事帰ってきてテレビつけたらもう全部なんかあのニュースの番組に変わってて、いやね本当になんか地元であんなこと起こるのがびっくりやしなんか奈良って安全なんちゃうかなって勝手に心の中で思ってたんで、なんかそれが覆されたというかなんか、ねその先進国の中でも日本は安全な国って思われてるけどまあそうればっかりでもないなって思いました。久しぶりにおばあちゃんの歌歌おうかな。なんか今日は明るい曲も歌いたいけどね、本当にさ。私のランドセル背負う姿見せたかったなおばあちゃんに私の幸せを心から願ってつけてくれた名前鮮やかになってくるあの頃の思い出あの時私がもう少し大きかったらおばあちゃんをもっと大事にできたのになおばあちゃんが作ってくれたおにぎりの味もおばあちゃん結んでくれた三つ編みも全て
れることのできない私の大切な宝物。私が転ばないように優しく握ってくれたその手、私が大きくなるにつれて細くなってたその手、寝たきりになってしゃべることもできなくなって、あの時少しでも元気づけられる言葉をおばあちゃんにもっと伝えたかったな。おばあちゃんが編んでくれた毛糸の帽子も、おばあちゃんが持ってくれた折り紙も、すべてすべて忘れることのできない私の大切な宝物。天国に行ってしまう前に、聞かせたかったこの歌を、おばあちゃんのいる空に向かって、元気に自由に歌っているから、安心してね、今日も笑っててね。ございます。おばあちゃんの歌でした。めっちゃ髪の毛が、あー早く髪の毛切りに行きたいって思ってます。めちゃくちゃ眠たい。もう最近朝すっごい暑くて、なんかね、もう最近すごい寝坊しちゃうんですよね。いつも起きてた時間よりも遅くに起きちゃって、いや気づけんとって思ってます。はい、まあそんなこんなであと1曲って感じですかね。はい、いやもう早いというか、いや今月はオーシャンブールバード、奈良のオーシャンブールバードでライブがあって、最後の日曜日は昼下がりのメロディーがあるということで、はい、早いですね本当に。ちょっとね、一日一日大切にしないと、充実、まあ、うん、思い残すことがないように過ごしていかないといけないなと思ってます。ちょっとこんな髪の毛も綺麗にしてないし、すっぴんの自分が言うのもあれなんですけど、まあまあ、はいね、仕事とか、まあ、忙しいっていうのにとらわれるけど、でもあまりにもその忙しいっていうのでいろんなことを犠牲にするっていうのはなんかね、
もったいないなって思ったりもしますが、まあこんなこと言って私自身もやっぱりなんかしんどいなーと、体疲れたなーって思うときはやらなあかんことも後回しにしたりとか、まあねっていうときもあるんですけど、まあそれはなんかまあ自分をコントロールしていく術でもあるんかなとか思いながら、はい、生きていってます。でも前よりというかやっぱり、私も社会人3年目になって、すごい、ちょっとした失敗とかでもくよくよしたり、なんかあミスしたと思ってもなんかすごい、落ち込むことも多かったんですけど、でもやっぱりまあ3年経って、まあもちろんすごい失敗したことに対して反省もしやなあかんし、どうやったら次失敗しやんくなんねやろうとか考えるんですけど、でもあまりにもそれでなんかネガティブな考えに至ったりとか、自分はダメな人間なんやみたいな、仕事できへん人間なんやっていう、そういう考えはあんまり持たなくなったなと思って、なんか誰かも言ってたんですけど、その失敗って自分が死ぬこと以外とか、まあその失敗のせいで自分が死んでしまうわけじゃないしっていう、なんかそれぐらいの強い気持ちで仕事してるみたいなのを聞いたことがあって、まあ確かになというか、まあそういう気持ちがあるから新しいこととかいろんなことにも挑戦するバネになるというか、挑戦していける気持ちにもなるんかなと思って、はい、いますが、本当に生き方って人それぞれですもんね。なんか、自分はこう、生きてる、なんか誰かの生き方を羨ましがるっていうのはどうなんかな。まあ羨ましがるのがなんか最近は人間のね、そういう本能というか、比べちゃうというか。今から歌うああいうハッピーもそうなんですけど、私自身が本当に幼い頃、まあ学生時代とかはすぐに誰かと比べちゃう性格やって、まああの子よりも全然なんかできへんしなとか、なんかすごいちょっとネガティブに考えちゃう自分がいて、やからなんか比べられんのが恥ずかしいからあんましたくないとか、なんかそういう気持ちもあったんちゃうかなっていう、おちっちゃい頃というか、まあ学生の頃、高校生中学生の時とかは思ってて、やから多分自分がしてることというか、比べてても何もいいことはないやろうし、なんか最近思うのはインスタグラムとかですごいキラキラした投稿というか、もちろん全然したあかんっていうのはないですし、むしろすごい、私にはできへんことやからすごいなって思うんですけど、それを見すぎてなんか自分の私生活まで変えちゃうっていうのはなんか私は違うんちゃうかなとか、なんか、まあでもそれももしかしたら自分にはできへんから、そうこういう発言をしてるのかもしれないですけど、まあ本当にそれぞれの生き方ありますし、まあそれも個性ということで、めっちゃ LINE になってるはいね、本当に、まあ、まあまあ今日はそんな感じで、録画の動画ということですが、もしねこういうのもたまにはいいんちゃうみたいな、いいんじゃないかなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメントとかいいねボタンしてくださったらと。はい、今日は本当に私が生きてる中では一生忘れへん事件なんちゃうかなって思いますし、一日一日大切に生きないといけないなというのを感じさせられた日でした。はい、じゃあ最後の曲はあの曲で
終わりたいと思います。今日はちょっとなかなかあのリアル感というかライブ配信ではないですが、はい、またライブ配信でお会いしたいと思います。最後の曲聴いてください。 Are you happy?ですか。あなたは今不幸ですか。周りを見て比べる幸せは偽りなんだと気づいて、ブランド品持ってる人が幸せ者なのかな。お金持ちの人が幸せなんですか。君に伝えたいことがある。違う誰かになろうとしないで。あなたにはあなたの良さがあること、見落としてしまわないで。 Are you happy?西松ゆきほでした。今日はちょっといつもと違う感じで動画させていただきました。今日も本当にありがとうございました。西松ゆきほでした。それではまたお会いしましょう。こっちかな。お会いしましょう。失礼します。